では今月もファッショニスタ南ご登場です。さっあっあっキュンポーズ1個なんだね今日は。ありがとうございます。なるほどね、はい、今日ポーズ1個なんですね。そうですね、今日は可愛く。風邪ひいたんですか？はい、風邪ひきました。あなたの風邪は喉から。喉から、はい、喉からでした。喉から来ました。喉が痛かったです。先生、今日の自分のこうファッションテーマはやっぱりあれですか？風の時のファッションみたいな、ね、ちょっとブルーで。ちょっとブルーな気持ち、はい、気持ち。風風コーデ。風風コーデ。風風コーデ、あ、うん、風風のね、コーデなんですね。これ、はい、これがブルーブルー。これでもこれ足出しちゃってるでしょ。はい、足出しちゃってる。あ、コート着てる。大丈夫、今日は。うん、コート。あ、コート、うん、コート。ロング長いコートを長いコート大丈夫です。大丈夫、はい、はあ。じゃあ、なんか今日もね、気になった人がいるみたいなんで、はい、呼んでください。はい、じゃあそれでは今日はですね、はい、目に留まったお母さんがいらっしゃったので。なるほど、会場でね、リトキンの会場で、はい、来ました。はい、それでは出てきてください、どうぞ。はい、出てきたー。ストップ、ストップ、そして振り返ってのも、はい、止まらないっていうね、テーマ。そうです、テーマですもんね。はい、どうぞ、ちょっと前の方に、はい、先生、気になった、わかります、なんか気になるのはなんとなくわかるのでちょっとあの気になったところ聞いてみてください。あ、まずちょっとなんで今回、今日はリトキンの会場にいたんですか？あ、娘が出るからです。娘さんがいるんですよね。似てる、はい、似てる、あ、似てる、顔が似てる。若いじゃん、でも可愛い、すごい若く見えるじゃん、うん、でも娘さんがいらっしゃって、うん、それでダンスを今日も踊ってたんですね。踊ってました。踊ってたんだね。1部目にね、1部目だったんですね。そしてちょっと子供どっかいますか？ん、子供、あれ、子供、おいで、子供なるほどね、この子がね、この子が出てた。なんていうチーム出てたの？ピンプスだよね。かわいい。2人組だよね。いつもね、先生、ももが先生だよね。ももとね、お母さん方がね、踊ってる最中にね、ダメだ、今日も焼き入れてやるとか。それを聞いてます。あ、ごめんなさい、あの、ファッションの、はい、ファッションの続きです、はい。あ、今日はですね、この、パーカーの、はい、蛍光パーカーのこれですよね、うん、これがめちゃ目立ちました。いや、ですよ、青、いや、そう、すごい、いや、すごいっすよね、うん、青に蛍光で、そして最後にね、ベージュみたいな包み込むようなんですよね。黒ですね。でもね、こう、あ、トータル的に合ってるんですよね。あ、よかったね。あとピラスのなんか爪もかわいい。 あ、 ありがとうございます。目立つ、うん、存在感が、存在感、ちょでかいからね、フォルムがね。いや、なんか色とかでもなんかそういうのもあるかもしれないですね。オーラ、オーラでかいから。いや、なんかさ、これ、いや、わかんないよ、この体型、この体格で、うん、この傾向が合うのかもしれない。そう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 、そういうのがあると思う。そうです、あの、太った黒人みたいな。あ、そう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 、そっち系目指してちょっとね、そう、あ、めっちゃいいよね、あの感じね。あれかっこいいです。そう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 、先生、ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうね。ありがとう。2回目2回目、そう、前も出てくれてジュリの推しメン、推しメンの時に、なんかリトキンTV出てたよね、うん、ジュリーの質問多分そう。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、やっぱ蛍光がすごかったですね。蛍光可愛かったですね。どうですか、蛍光取り入れようかなみたいな。いや、なんか今年の流行りは、はい、なんと調べました、
私今年2019年なんかビビットカラーとかビビットカラー濃い色、うん、はい濃い色蛍光の色とかが流行るみたいなの、はい、多分デマ情報かもしれないですけど何にもない書いてたから私は、うん、これ全然ビビットしてないよえ違うのうん青くねビビットカラーじゃん。え、これ？これビタミンカラーじゃない？あ、ビタミンカラーですね。じゃあ、間違えちゃったけど、もうちょっと濃く染め直してきます。クレージュだっけ？クレージュっていうメーカー。クレージュ。クレージュね。クレージュのカラーみたいだよ。あ、そっか。間違えましたね。そっか。よく分かってないね。次、ラスト。次がラストですよ。うん。大事ですね。ラスト重ねるの誰なのかな？こうご期待。ラストはもう何決まってるの？何もそれ先生のファッション。どんなもん来てきました先生のファッションも小林幸子みたいな感じですよ。そうですね。はい、ぜひ小林幸子。上から登場。上おいいねいいね。ワイヤーで登場します。いいよいいよ。次は、うん、次竹馬で登場するって言ってたっしょ。違う竹馬ちょっと取り寄せられなかった。風邪引いてたからね。あそうですねインフル疑惑だった。すいません。はいということで終わりますか。はい。はい、ね今日もいいファッションでした。はい。ファッションショーでした。そうですね。はい。南のファッションショー。はい。これにて解散。解散。